Bonjour, online フランス語学校 Ensemble en français 講師のジョゼフです。今日もぜひ使っていただきたいフランス語の表現をご紹介しますね。お餅ってお腹にたまるので腹持ちがいいですよね。フランス語でそれは腹持ちがいい、とっても短くて言いやすい表現がありますよ。サカル、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 それは満腹にさせるという表現ですね。とても短くて簡単なのでぜひ使ってみてください。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はぜひアンサンブルのレッスンでお待ちしています。 À très bientôt. Au revoir.